どうもドラマプレゼンターの赤ペン滝谷でございます。それでは参りましょう。ナインボーダー今週のおさらい。老舗銭湯の大場湯に集合した大化けの三姉妹は父親が残した謎の置き手紙を発見。開始2分で波乱の幕開け。そう、このドラマは39歳長女のムツキ、29歳次女のナナ、19歳三女のハズミと各年代最後の年を迎えた三姉妹の物語でございます。とりあえずバイトの梅県に銭湯業務を丸投げし、私たちは充実した1年を送ろうと決意した矢先、3人のトリッキーな男が現れた。ムツキが経営する会計事務所の採用面接にやってきたのは、なぜか一緒にハムスターも連れてきてしまう朗らか天然男子の松島作。高校卒業後に進路が決まらず明るい未来が見えない初見に、いきなり指輪の画像を見せながら交際ゼロ日婚を申し込んじゃうマイペース会社員の立花雄介。そして飲食業のプロデュース会社で働き、一生懸命に仕事はしてるんだけれども、どこか寂しい日々を過ごしてる奈々の前に現れたのは路上でギターを弾いてるこの男。その目の前を通り過ぎようとすると、男は腕を掴んで言いました。僕のこと知ってますか？はい、歌うまイケメン変質者の光太郎。でも気になる。近所のバルの店長敦子さんによると、1ヶ月前に路上で倒れていた光太郎は過去を覚えていない状態らしい。そう、光太郎は変質者ではなく記憶喪失の男だった。より気になる。そんなある日、ナナが担当したお店のお祝いパーティーが荒れました。立花と初見の結婚話が飛び出し、マッチングアプリ内のナナが発見され、近所の酒屋のヨウタがナナの偽装彼氏となり、そんなヨウタを切なく見つめる初見。もう恋が大渋滞だ。さらにその頃、別居中の旦那と久しぶりに再会するも、急に離婚話を切り出されたムツキは全力怒りのビンタ。それぞれボロボロに傷ついちゃった三姉妹ですが、ムツキは再び現れた面接ハムスター男サクの優しさに心を動かされてやけ採用。初見はいつも通りのヨウタの明るさにやけアイス。ナナは急に現れた光太郎に誘われやけ花見。そして迎えた第1話のラスト、記憶がないのに幸せそうな光太郎は、仕事も記憶もあるけど寂しいナナに言いました。大丈夫、素敵な人だから幸せになるよと。いやいや、好きな人もいないのにと言うと、光太郎は言いました。俺のこと好きになっていいよと、きっと俺も君を好きになるからと。記憶がないのにもう完璧なタイミングで手をつないだ。この先一体どうなってしまうのか。ナインボーダー第2話は4月26日金曜夜10時スタートです。そして TVer にて第1話を配信中。ときめく時を TBS。